カンブラックキングスネークが産卵したんですけれども、卵詰まりになってて3つ詰まってて、1つは指で押し出せたんですけれども、あとの2つが押し出せずにいて、少し様子を見ていたら、その次の日のね、朝に1つ、そしてまあ今さっきもう1つ無事に排出が終わりました。これも有精卵なんですけれども、この卵詰まりになって少しでも産むのが遅れた卵はまず孵化しないです。多分酸欠状態になって生きれないようです。なので全部で有精卵がこれですね、4個取れてたんで、本当はちゃんと埋めてたら7個かな、7個の有精卵が取れていたはずなんですけれども、まあ、残念ながら4つしかなくなってしまいました。まあ、でもこの体の大きさでこの卵を7個もね産むって本当にねすごいなと思います。どこに入ってたんだっていうぐらい大きい卵を産んでくれました。